ございます。そして本日このご当地をお借りいたしまして、日本維新の会代表松井一郎大阪府知事より熱い維新のお伝えをいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。おはようございます。仙台の皆さん、日本維新の会代表の松井一郎です。いよいよ選挙も序盤から中盤になってまいりました。まあね、今日もメディアがたくさん来てますけど、メディアの皆さんの情報では自民党がまあ大優勢という形です。皆さん、まあ自民党安定をしておりますが、やっぱり自民党の体質としてどうしてもね、まあ横柄なところがある、緩みたるみがまあ長い安倍政権の中で出てきた。だからその与党自民党をピリッとさせる、そういう野党をぜひ皆さんに選んでいただきたいんです。要はね、今回安倍総理は消費増税、2年後に迫った消費増税の増税分、それの使い方を変えるということで選挙に突入をいたしました。消費税 2% 分の増税の部分、その部分を教育の無償化に財源を振り向けたいということです。結局はね、皆さんの負担で教育の無償化をするという話になるんですが、我々は違います。まずね、この消費税増税 2% 分、まず一旦消費税増税は凍結をすべきだ、こういうふうな主張をしてます。それはなぜか、皆さんね、これ消費税を今の状態で増税を許しちゃダメなんです。要は約束違反があります。皆さんとの納税者との約束を、まあ、国会議員はみんな保護にしている。ここの部分をね、見直さないとこれから大増税国家になっていくということなんです。これね、何かというと、消費税の増税を決めたのは2012年、まあ、前の民主党政権の時でした。その時に同じように消費税どころかさらなる増税がスタートをいたしております。それは復興増税です。この東北2011年の震災においてすごい被害があった。東北の皆さん、被災地の皆さん、まだまだね、復興はこれから。だから日本中で東北の皆さんを支えようということで、復興増税というのは2012年にスタートをしたんです。そしてその時の国会議員、ね、国会議員の全員、各政党の約束、要は増税をお願いする限りは自分たち国会議員がまず範を示して報酬をカットするというのが約束でした。2012年に復興増税は始まりました。そして消費税増税も 5% から 8% に引き上げられました。同時に国会議員報酬2割カットも2012年始まりました。これから復興増税なんていうのは40年以上続く、消費税は 8% から 10% になる。要はそれだけ国民の負担は増えてるのに、国会議員の報酬2割カットは皆さんね、ご存知でしょうか。2012年に始まって2014年にはカットは終了になっております。今は満額支給になっているんです。要は国会議員の皆さんは皆さんとの約束を保護にしております。すみません、救急車に来ました。要は僕は何が言いたいかと言いますとね、増税の前に国会の議員が自民党から共産党までが約束をした自分たちの身分、これも改めていくという約束が全く保護にされたまま、皆さん2年後に 8% が 10% の消費税増税になる。そうなるとこれから結局税金で生活する側がどんどんいい思いをして、そして皆さん方には増税の大きな負担がこれから先続くということなんです。まず一度税金の使い方を決める、そして皆さんのお金で、皆さんの税金で
厚遇優遇されすぎている国会議員のその身を切る改革をまずやらしましょうよということなんです。皆さんね、今回選挙でまあ様々な議員さん候補者がいいことばっかり言うと思いますが、皆さん国会議員の年収というのはいくらかご存知ですか。国会議員1年間でね、給料ボーナス合わせたら皆さん1年間の給料ボーナスだけで2100万円、それにプラス経費と称した毎月の文書通信交通滞在費という経費、この経費もキャッシュで100万円国会議員に毎月支払われております。皆さんね、これ全部皆さんの税金、民間であれば経費を使うときは領収書がいるのは当たり前、ところが国会議員には領収書添付の義務がない、全部ねキャッシュでつかみ金でもらってる。皆さんそれを許したまま増税でいいんですかということを僕たちは今回訴えてるわけです。僕は大阪の知事ですから、地方の政治家です。国会議員はやったことありません。でも皆さんね、大阪ではまずは自分たち知事である僕の報酬は3割をカットしております。知事としての退職金はゼロです。ゼロ。要は今の時代、これから超高齢化社会になっていく、そういう時に高齢者の皆さんの社会保障費、この財源を見つけてくる。でもそれはね、増税が将来は必要になるかもしれないけど、まず一番最初にやらなければならないのは、政治家や税金で生活する役所の体質改善であります。この体質改善がね、大阪でしかできておりません。今全国にこれを広げていきたいんです。皆さん、仙台の皆さんにはね、ご存じないかもしれないけど、もう大阪はね、議員の数は府議会では2割カットをいたしました。議員定数2割カットです。そして府議会議員の報酬は3割カットです。知事の報酬は3割カットで、退職金はなしです。でも十分みんな生活できてるんです。何が言いたいか、皆さん、日本の国は政治家や役所の中にいる人たちがあまりにも優遇厚遇をされすぎてます。皆さんの税金で、これを一度見直してから増税でしょうというのが我々の考え方なんです。大阪ではそれをやりきりました。もう天下りなんていうものもありません。徹底してメスを入れてきた。この改革をね、全国に広げていきたい。そうすれば一旦は増税は止めれるんです。皆さん方が本気でね、そういう改革をする政党政治家を選んでいただいたら、一旦増税を止めて教育無償化実現をできます。それもね、なぜこれを僕はできると言い切れるか、大阪では徹底した改革で財源を生み出しました。生み出した財源で今大阪では実質高校の、まあ、無償化になってます。高校無償化、私学も含めて、公立高校だけじゃありません、私学も無償になっているということなんです。これでね、約200億財源かかりますけども、改革で生み出した財源でそれは捻出している。そして我々と一緒にやってきた橋本市長が徹底的に大阪市の改革をやり、大阪市では皆さん、幼稚園、保育園、4歳、5歳、教育費は無償がこの4月から始まりました。増税もしておりません。借金も増やしておりません。十分やれるんです、改革をすれば。ところが今のこの国の状況では、あまりにも国会議員が緩いから、自分たちに厚遇優遇してるから、だから役所の体質がピリッと、体質改善ができないんです。皆さん、ぜひね、この改革の火をこの仙台でも灯していただきたい。そのためにはね、畠山さんをお願いしたい。要は我々は自分たちが言ったことは守ってまいりました。先ほども申し上げました、国会議員の報酬2割カット、これ今維新の会の国会議員
衆参合わせて25人、すごい少ない小さな政党ですけどね、自民党から共産党まで国会議員の身分に対しては知らんふりしてるけど、我々はね、25人の国会議員、手取りをもらった部分、報酬、毎月給料をもらった部分から 20% は横に出して、自分たちの手取りから横に出して、それを毎月被災地に寄付に行ってます。東北もそう、熊本もそう、福岡もそうです。こんなことはね、自分たちでやろうと思えばできる話なんです。これは口先でね、カットカットと言ってるんじゃないんです。我々は実際に今の現職の国会議員の給料2割横出しをして、毎月被災地にお伺いをしている。だからってね、皆さんにそれで褒めてもらおうとは思っておりません。それは何かというとね、なぜか最初からの約束を我々は守っているだけなんです。2012年増税の前の約束を守る、自分たちでできることはやる、やりきる。だから報酬2割カットで被災地に回ってます。すいません、救急車。皆さん、いやもう最後になりますけどね、結局自民党も、まあ、立憲、そして民進、共産党、みんないいこと言うけど、2012年の皆さんの増税をお願いした時の約束を反故にしております。これで増税を皆さんが許すんですかということなんです。僕はね、どうしてもこの約束を守らせたいんです、国会議員に。当たり前のことなんですよ。それを増税は、復興増税はこれから40年間皆さんにご負担いただく話なんです。でも国会議員はその時の約束を守らないから、これをなんとか守らすために、この仙台でも畠山さんに少し力を貸してもらいたい。維新の会だけです、その約束を守っているのは。全員皆さんの力を畠山さんに、そして比例は維新と、心からよろしくお願いをいたします。どうもありがとうございました。松井代表、熱い訴えありがとうございました。どうか日本維新の会、身を切る改革、そしてしがらみのない政治をしっかりと続けていく、選挙の時の口先だけではありません。これからもしっかり維新の会続けてまいります。どうか宮城区、畠山正樹、そして比例は維新、維新の会、どうぞよろしくお願いいたします。中井マイクでお騒がせしておりますが、衆議院議員選挙4日目、どうか維新の会よろしくお願いいたします。松井代表ありがとうございました。ありがとうございます。